こんにちは、食用アナガエルの心の声です。本日は秋田県横手市にある麺屋秀吉横手店さんにお邪魔します。どうぞよろしくお願いいたします。店内はカウンター席とお座敷席に分かれています。三位一体、なるほどなるほど、そういうことですか。漫画本も豊富にありました。お酒のおつまみなどもありますね。今度女房とお酒を飲みに来ようかな。締めのラーメンも食べられるし最高だな。ここのお店はあったかいお茶とあったかいおしぼりが出てきます。寒い冬にあったかいおもてなし、嬉しいですね。それでは早速メニューを見ていきましょう。真ん中にある納豆味噌ラーメンが昔から大好きなんです。納豆味噌ラーメンとチャーハン、残念ながら売り切れだそうだ。夜はご飯物が売り切れの場合があるので確認してから行くことをおすすめします。辛口野菜担々麺。カエルの女房が珍しく辛そうなものを注文するようだ。今年は果敢に攻めていくつもりなのだろうか。静かに着丼を待ちます。いただきます。まずはスープからいきましょう。あっさりとした味噌スープが特徴の味噌ラーメンだ。これに納豆が入ることで粘りのコーティングがされて、いつまでも熱々なスープが楽しめる。寒い冬はこの一杯がどうしても食べたくなるんだな。麺は中細の縮れ麺でしょうか。数年前に麺が変わっちゃった時はちょっと残念だったけど、今はもうこの麺に慣れちゃいました。ご覧の通りチャーシューが多いのがお分かりいただけるだろうか。ここのチャーシューはしっとりとしていてとても美味しいので、今日はチャーシュートッピングしちゃいました。さっきからカエルの女房の視線がどうやら私のチャーシューのどれか一枚に狙いを定めているようです。私が思うにこのチャーシューがターゲットなような気がするんです。ちょっと食べる素振りを見せて確かめてみましょう。あ、それビンゴ、やっぱりこれだったか。脂身の多いチャーシューには目がない女房でした。お気づきの方もいるかもしれませんが、麺をすする時の音が独特の音がするのがお分かりいただけるだろうか。カエルの女房がそれに気づいたのは驚きだが、納豆のネバネバが麺一本一本にもコーティングされ、すする時に納豆ラーメン特有のすすり音がするんだそうだ。うん、確かにそんな気がしてきた。お腹の空いた女房に視線が痛い。空腹だとかなりの圧力を感じる。そろそろあなたのラーメンも来る頃だろう。まずは1枚プレゼント。狙っていたチャーシューはそのままに、違うチャーシューをあげました。付箋はやはりこのチャーシューに向けられ続けていますね。すぐに夜中がいっぱいになって食べられなくなるのは明らかです。カエルの女房がこの第一希望のチャーシューを胃袋に収めることはできるのでしょうか。カエルの女房の胃袋はどうしてこんなに小さいんだろうと毎回思うんですが、食べるまでの勢いだけは私以上なんです。飲食店の情報を調べる能力の高さは凄まじいものがあります。やはり第一希望のチャーシューから手をつけましたね。
お腹に余裕があるうちに美味しく食べてしまおうということでしょう。チャーシューはさておき、カエルの女房が辛口のラーメンを注文するなんて珍しいですね。ちなみに辛さレベルはどんなもんなんでしょう。はい、どうぞ。優しい辛さのようです。きっと子供でも食べられるレベルでしょう。私がプレゼントしたチャーシューは美味しいですか。はい、とっても美味しいです。いつもありがとう。珍しく返事しましたね。急なことで驚いちゃいました。あなたの着ているお召し物に素敵なロゴがありますね。そろそろ味変していきたいと思います。卓上にあった豆板醤を少しだけ入れてみましょう。混ぜ混ぜして全体になじませます。梅子丼、ピリ辛になりました。納豆味噌とピリ辛具合がなかなかグッドです。ぜひお試しを。トッピングしたチャーシューもまだありますね。麺はほとんど食べ尽くしましたが、大量の野菜がまだまだスープの中にありそうですね。納豆の粘りがコーティングされたスープはまだまだ熱々でとっても美味しいです。このスープがまたうまいんだ。これが最後のチャーシューでしょうか。ここのチャーシューは本当にうまいんだよな。今日はトッピングして大正解でした。見てください、野菜がこんなにたっぷりと便宜からあふれそうです。納豆ラーメン、本当にうまい一杯です。本日は雪深い秋田県横手市の麺屋秀吉さんより食用アマガエルがお伝えしました。麺屋秀吉横手店さんの営業時間は、昼営業が午前11時から午後2時半頃まで、夜営業は午後5時から8時半頃まで、定休日は毎週水曜日です。営業時間等についてはお店に直接確認することをお勧めします。スープに沈んだ納豆をすくい上げる専用スプーン、ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。まだまだ行くぞ。
店主さんに名刺とステッカーをお渡ししました。どこかに貼ってければいいな。有名な、まず有名というか何のホテルにしなくてもわからんけども、いや、ここでは十分何のホテルけども、コミュニティやってるところには、どこがやりたいな、宣伝させてもらいます。店主さん、ご謙遜を。麺屋秀吉横出店さんはこの辺りでは名の知れた有名店です。Thank you.